お疲れちゃうそらです。今日ですね、現環境ミラーLJが流行っているということで、それに対抗してね、こちらペッカミラーやっていきたいと思います。さあ、まあLJ にはペッカペッカですよということで、まあ僕がねよく使っている、まあ、ミラーデッキのまあユーノとかかな、はい、ゴルナイの枠をペッカにしただけですね。ということで、さあこちらでやっていきたいと思います。はい、ということで、まあマッチングはなんか全然 LJ 引いてないですね。まあ一回引いたぐらいでさすがに相性が良かったですね。まあでもペッカデッキといえど、まあペッカ自体が相手のタワーに刺さることは、まあ間の陸空気が少ないだったりだとか、まあ小物系がいなかったりだとか、まあたまたま入ることはありますけども、基本的にはディガーでちまちまやっていきますか。さあよろしく。そう、あのペッカペッカがね、マジでミリ残りエレジェイが想像以上にタワー殴るのと同じように、あのミリ残りペッカも結構タワー殴ります。はい、タワー届けばね、まあ、13レベルペッカとか、まあ13とか、まあ、マルチだと16とかか、やっぱユニレベ暴走してるユニットたちがすごい強いので、やばい、それめちゃくちゃいいトリトン、やめてー。さあトリトンハンタースケキンなので、まあロイかな、ロイスケキンの、まあ、マザネクがいるのかどうかみたいなとこあるんですね。マザネクいなかったら熱いな。まああとは、いやー、この墓石ね、墓石の突破がないの激高をくんじゃないこれ。まあでも、あ、でもあれだ、これ、エレツピガだってことは平均コース 3.6 のやつだ。あ、違う。ファイオコだから。ライトじゃないね。まだこれ、ペッカのやつきついんじゃない？なんかかぶれ。かぶらない。いや、これ逆サイ来たら、許容からのミラーペッカで、どうだろう。まあ、エレツピガっけな。お？おいしくね？おいしいのか？どうなんだ。さあ、ほら、来ました。最強の形。いや、これさ、マジで、いやー、あいつだけ壊して、プリンが、いやマジで奇跡起こんねえかなこれ。どっちか、おきつくね。いけ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 、もう13からのセパレート一発。おお、でこ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 待って、びっくりしちゃった。殴るんだね、それ。いや、マジ今の一発でかいのと、さ、これミラーペッカあるので、今日気楽にね、伝えていこう。まさかペッカ出さずに、普通にコウモリスケ、ディガーウッドとかでも守れるし。これさ、8枚ペッカしたら相手びっくりしない？どう？あー、それ強いな、マジ。お？え？びっくりしてるね。でかい一発殴れ。でか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 すぎ。さあとは一旦耐えよう。こんなん絶対ロイ来るやろ。いや、こない来ない来ないってやばい。あれさ、ディガディガでさ終わらしていい。いやー怖えかなあれ。一回守るわ。よし、あのディガーミラーがガチ強いから一回ディガ行こう。あれ守れないこれ。マジでめちゃくちゃ冷静に、めちゃくちゃ冷静にペッカで守る。よし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 。さてここまで来たら、こんにちはディガーダブルじゃない。なんだこれ、ペッカ止まらんのぐらいって。プリンネームが。さあこれ2体いるよ。あなた2体を止めれますか？無理ですよ。はい、OK。いや、ペッカミラー熱い。いや、ロイとかにはさすがにね、相性がいいかもしんないけど、よし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 、墓石あってのこれなので、まあ、スケブとかはね、トルネとかウッドですぐ壊せるけど、やっぱ墓石ってなかなか壊せないんで、このデッキからしたら。いや、その墓石野郎に勝てたのは激アツさ。すげえ。ゴルナ来たー。いや、これマジでエリジェイじゃない。俺エリジェイをね、倒したいの。倒したいがためにこのデッキ使ってんだよ。さあ、ペッカを回して、いらっしゃいよ。おいでなしいよ。
はい、とりあえずエレジャー行った。で、まあここで大事なのはミラーエレジャーを警戒することだけど、来ないです。なんだ、俺が橋前ペッカ行ってやろうか。俺から橋前ペッカ行きたいけども、普通だったら刺さるんですけども、大砲助とかが多分入っているので、これは行かないが吉ですね。はい、おー、ウッドマルは珍しい。ウッド大砲助だ。なんだろうこれ。いやー、めちゃくちゃエッチなウッドやないか。さあ、カツン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 。ゴルナエメガゴでしたね。スキルウッド火力高め。ここのプリンで壊してメガゴ来たらコウモリでハーレム、コウモリハーレムの術。あれ無理だな。これさ、この位置の俺ね、金魚できそうだね。できたー、できたし。あれ、ジジイが歩いてきてんだ。さあ、これメガゴかな。これ、痛えかな。痛い。からの、これ、コウモリつければ。いや、まあ、スケで来るか。スケを一旦しばいてからの。いやたげー悪い。いや、緊急できたかんな、これも。誰がどう 見ても勝ち試合。さあ、あとはペッカペッカをしていくだけっすよ。でもあんま先に裂いちゃうとメガゴでいかれる。さあ、ゴルネの受けがないので他で、あえてエリジェ出してくんねえかな。エリジェ出さないっすね。じゃあ俺もエリジェ出さないけどね。やばい、それ BBBBB が来る。おお、クエクッド。これでもミラエリジェ、あ、エリジェ全然出さない。ペッカ出して、俺からペッカ出してあげたのに。さすがにここミラ、あ、やばい、タイミング組むと大きく渋い。後ろに下げて、後ろに下げて、後ろに下げて、ペッカ回します。おっと、あ、これ相手勘違い。おっとじゃない今の。おっ、あー、冷静なおっとだ。あれあれ、ダメージ入ったと思ったら絶対入らんやんちゅう。で、逆サイ誘って、誘ったのかな、誘えたのか。よし、チキン。痛いが、ここのお主ワーテラ、このディガーが無限に入るで壊す。で、拾われる。いやー、なんかケツからペッカーが出さなきゃよかったな、これ相手のレジャーに合わすだけでよかったな、これ。さ、いやー、でも勝てそうだな。よしよしよし。さあ、一体ここ出してからの右側いらっしゃいっつって、おお、こっち触れてくるんだろう。さあ、剥がそうとしてる。俺も同じことするよ。これペッカいってんじゃね。一人で使ったでしょ。ディディッディディッディッディディッディ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 、邪魔。いけ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 。さあ、もう私には何がどうなってるか分かりませんが、穴を掘りしやろうが、穴を掘ってペカがエリジェをぶちのめして、おっと、にょん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 。おい、いや、マジで熱い環境最強エリジェイエリポンミラーちゃん。ミラーにはディガー。ミラーエリポンには、あ、じゃあエリポンにはディガー。ミラーエリポンにはディガーミラー。エリジェにはペッカ。ペッカミラーにはエリジェ。もう一生ついてくよ。誰がストーカー気質、マックス男や言うて。あー、スケルトンブーター。いい、マスケはトルネで剥がせるんでね。
ペッカが刺さりやすいよ。おお、あれ近起動できるんですよ。マジででかい。さあ、ちょっちょ近起動しよう。はい、まあスケブだったんでワンチャンバルーンかスケラか両方どっちか可能性あるよ。はい、行きましたね。やっぱ序盤のキング起動でかっ。相手が甘えてるっすね。ピョーン。お、あ、ちょ、ラバクロだ。いってらっしゃい。これやばいか。いやでもスケブン来たらネードでやる。キュッ。でもう一回ミラースケブ来たらネードでやる。さあ、あとは相手の呪文ですが、一つ。いやー、結果いい子。さあ、あの子からセアラーメン使ったね。よし。いや、これマジでタワーが残ること世界で一番大事。これ残ってるだけでもう一回こっちの相手にラバ展開させられるんですよ。171は微妙。いやでも残ってるだけでかい。価値はある。ベビドレ安すね。コバも安すね。まあ、嫌だな。でも嫌使ったんでこれ見せたい。いやー、いい。これで一発。さすがに耐える。攻めちゃう。うわー、めちゃくちゃいい位置のスケルトン部隊。やばいなこれ。いや、耐えれる。何あれ、やばい。あー、やばい。これやっちまった。トマが60しかない。あー、これやっちまった。そりゃ追ってくるよな、こんな接戦で勝ったら。いやー、これもったいな。マジか。最後あれトルネ以外でなんか出してけばさ、守れてた説あったよな絶対。ガッチー。さすがにおこ。ディガファイスピ。ドリルじゃない。もったいなすぎ今。まあそういうこともあるよね。ゴルナイディガっぽいっていう。おお、走るね。こんにちは。珍しい。インフェが出てきそう。ああ、きつ。あら、まあ、ディガボイ対決だね、そしたら。守るぞーい。これ、インフェがないサイクルのこのペッカちょっときついんじゃないお主。まあ、ことですか。やばい。焦げる焦げる。まさかのミラーインフェディガー。同じようなデッキだな、俺。トルネか。あ、トルネはない。いやー、ポイズン来そうだ。さては、またペッカがいらねえやつか。ハイスピーとやり両方いるのはちょっと嫌っすね。まあ俺一旦ステッスね。で2080を守る防衛ペッカからの流れを変えたいかな。よし、痛い。裏切ったらキンキ。よしよしよし。これコウモリ結構熱いんだけどな。
さすがにこっちだけやしすぎだ。いやでかい、いやーマジで同じようなデッキしてる。残れ、残んねえか、やばい。リリコングカシメプリ、いやこれマジで熱い。いや待って、お前どこ殴ってんのボケ、マジでボケ出す。いやしかもポイズンか、やばい。耐える、いやマジで変なディガーしてる、さっきの。これ竹変わる、持ってねえことしてもうた。あぶねえ、いやめちゃくちゃしてる。いや相手普通にディガポ打ってきたら終わるんだけどな。おいしい、お甘えてる甘えてる甘えてる、マジで甘えてる。いやー全体ラン、なんで、うわやばい、やるぞこれ。おらおら、気合が違えんだよ、うちの13堀氏はよ、鍛えてんだよ、何年間も地下で働いてああやってごつくなったんだよ、ナイス。サロイ君、ファイスピ、いやファイスピ嫌だな、ファイスピ欲しくなっちゃう。もうコウモリファイスピにして、いやペッカコウモリが強い。いってらっしゃいプリンちゃん、うとう、まあワンチャン取れでもあるから、すごいドリルっぽい立ち回りしてた。ホグでした。虚数系ホグですね。まあ相手のホグのダメージ入んねえから相性悪くなさそうだけど、さあいきなり、ごめん、これマジで強いよな、ペッカに殴られない。いやースキーオープリン、いやーいいウッドで終わっちゃう。まあこれもディガーミラーで頑張るしかねえかな、中相手っすよ。ファイスピー、おお、やめろ、やばい、これハシマイプリンでよかった。ハシプリだったらファイスプークで一発入ってた。鬼のタイヤローでいきますか。いやまあ金魚されてないのでかいし、まあされないからね普通は。まああと相手がドームサイドに来てんのが嫌だねマジで。おお、ハシマイプリン読んでる、なんとなくプリン。いやペッカミラーも熱そうだけどどうなんだろう、圧着にしばかれそうだな。よしよし、おサンドイッチ、あ待って、サンドイッチになってね。いやいいや一発で、いや強っ。待って、プリンがまさかの13で奇跡的に残ってる。いやうまっ、ウケ、なんでこいつこんなうめえんだ、怖い一発。いやマジでかい、
まあ、ああ贅沢やろうか。ホグはペッカで完封できるんです。よしよし。さあこっからマジでペッカが竹取ってる時の一生ディガーで削っていきたい。と見せかけておしゃれに逆をいっちゃう。あれファイスピー回っちゃった。サンドイッチ、やばい、いらない、ちょっとやばい。いやこれどっちだ、右と左。いやさすが左か、プリンが入ってんだもんプリンが入ってんだもん、知らんけどよ。いやーナイス、すごい地味だけど、この地味が一番大事。スケルトン、止めちゃおう。あぶねー、来た。あ待って、俺のミラーガムシしやがった。あぶねー、反応が、反応がマジ大変マジ。おい一発何殴ってんだよ。ほら、おーい、うーい、いや強いやマジで全然エレジャイとか引いてないんだけど、単純にこのディガー削りとあとペッカの防衛が強いとか、環境ペッカ刺さってる説あるよね。まあゴブドリーとかにはねすごい刺さんないんだけど、てかまあゴブドリか、本当にゴブドリにはマジで刺さらないけど、エレジャイ強すけ環境の硬い系にはすごい刺さってる。それはズルだよ、痛い。ディガーフキアって珍しいよ、縦の選手。あー迫撃か、迫撃はえぐいよこれ。迫撃ガチでガゴ群れが、冗談抜きできついっすね。ケツペックしちゃう。男の許容のガチで許容の世界を変えたい。2体ペッカこれいって突破できるかな、できないよな。いや達成も全てを突破する。いやー一発だけ殴ってこいお前、無理だ。終了のお知らせ、エリクサない俺の。いや縦の戦士はやばい、縦の戦士とムートがやばいし、ガゴブレもやばいし、どうしろっつんだい、どうしろっつ。いやペッカコウモリは強いぞこれ、コウモリうぜえぞ。おいその吹き矢の射程、危ねえ。いやなんとかなりそうなダメージではある。ゴリゴリ攻めて、ペッカがたまたま一発入れ。いやマジで一発だけでいい、一発だけでいいっていう、あんま贅沢言ってないよ。一発だけでいいよ俺や。
あ、それ使った。一発だけでいい。一発。いや、強いとつよ。苦しいよ。苦しいよ。なんかミスってるよ。苦しいよ。相手ファイボがあるはずなんだけど、全然ファイボが飛んでこない。やばい、絶対逆だった。いや、男の端前ピッカ、これどう。え、マジでワンじゃない。いや、めちゃくちゃいい動きされてる。なんで？いや、めっちゃ頑張ってる。入るなよ、範囲で。え？最後の粘りがすごい。ああ、時間が逃げんじゃないのか。やばい、時間がもう3分ぐらいあればワンチャン全部守って勝てたんじゃないか。ジジッ。いやー、きついね。序盤にダメージ受けちゃったのが良くなかったかなー。くそーい。さあ、ということでこちらペッカミラーですね。はい、エレシャイ全然引かなかったですけども、意外と環境悪くなさそうだったので、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。